GoPro ファミリーメンバーのナックルヘッドです。私はいつもクイック経由でスマホで完結してしまうことが非常に多いんですが、そのあたりの簡単なお話をしたいと思います。短いんで最後までお付き合いください。後半でインスタグラムの高画質アップロードについてのお話をさせていただきます。まずクイックの出力なんですが、写真に保存するを選択していただくと、右上にギアのマークが出ます。そちらをタップしていただいて開いていただくと、さらにメニューが表示されます。開きましたら高品質のスイッチと出力を H264 にしてください。こうしていただくことでインスタグラムやツイッターでの動画の圧縮がかなり軽減されるはずです。で、実際今回、インスタグラムのリールで検証しましたので、ちょっと分かりにくいんですが、そちらを一度ご覧いただければと思います。どうぞ。実際動画が流れてるだけではかなり分かりづらいんですよ。ですので、編集画面で止めたものを、スクショですね。で、拡大して検証したものがこちらになります。 HEVC の方も高品質で、アップしたんですが、こんな感じですね。やっぱり輪郭等のにじみが大きいかと思います。ネットで検索すると、フル HD で上げるとあまり圧縮されないようなことを書いてあるんですが、実際両方圧縮されますんで、4K で高品質で上げていただいた方が圧縮が少ないです。で、それを最後に、インスタグラムで高画質でアップロードする方法なんですが、こちらメニュー、矢印の部分をタップしていただいて、そのまま流れていきますんで、同じ手順で開いていただければ、メニューの設定ができます。デフォルトで高画質アップロードにしてくれよっていう話もあるんですが、多分パケット食うからですかね。デフォルトではオフになってます。なのでこれをオンにしていただくとかなり綺麗にアップロードできるはずです。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。